スクリーンショットの撮影方法を2種類ご説明します。スクリーンショットとは、表示されている画面の静止画を撮影することができる機能です。撮影方法1、撮影したい画面で電源キーと音量下キーを同時に押します。これで撮影完了です。撮影方法2、撮影したい画面でナビゲーションバーを下から上にスワイプして指を止めた後に指を離します。スクリーンショットをタップすると撮影完了です。撮影した画像を確認したい場合は、ホーム画面から Google フォトをタップします。画面下部のライブラリをタップします。スクリーンショットをタップします。ここから撮影した画像を確認することができます。